それでは清水投手を徹底解剖していきましょう。まずは去年のベストゲーム選んでもらいました。4月16日のジャイアンツ戦、ピンチを迎えましたが、なぜこの登板を挙げましたか？この試合を抑えた時の大歓声が僕の中では忘れられないというか、一番声援を身に染みて受けた試合でした。スリーボールになった時はどんな気持ちだったんでしょう？まあ、意外とね、意外と大丈夫でした。あ、そうなんですね。一方ワーストゲームはこちら、はい、4月2日のジャイアンツ戦、このゲームをなぜ挙げましたか？いや、最悪のスタートというか、まあ、何としてもゼロでこの日抑えたかったっていうところで、こうやって丸さんにホームラン打たれて、そのまま敗戦投手で、まあ、シーズン一番の登板がこのスタートで、そこからまあちょっとね、どっちも巨人ですけどね。そうですね、今年はジャイアンツ戦、はい、意気込み違いますか？やっぱりちょ、意識しないときます。逆に一緒、そうですね、はい、むしろ意識しない方がいいかもしれない、はい、変に意識しちゃったっすね。ね、はい、サンデードラゴンズ選びました。ハイライトシーンはやはり侍ジャパンでの躍動です。はい、侍での登板というのは一試合でしたけれども、準備をたくさんされたんですよね。そうですね、はい、たくさん吉見さんがこうなったら清水、こうなったら清水みたいな感じで、結構多かった。あのブルペンでの肩の作る回数などは、はい、他球団の人などはどうでしたか？みんな行くよって時に作る、まあ、要するに1回作りみたいな、うんうん、僕らはもう中日は結構違う、まず1回作ってまた行く前に行くよみたいな、もう1回作ってっていうのが慣れてたんで、僕だけ、あとみんなやっぱ慣れてないことだったので、まあそういう何かあった場合は清水みたいなことが結構あった、ね、そうだったんですね、はい、だからこそ吉見コーチも信頼していたと、はい、自分の能力を自己評価していただきました。こちらです。チーム貢献度 3.5、 コントロール2、コミュニケーション能力と面白さ5、フィジカルは4と評価しました。1年目2年目に比べて成長したポイントというのはどんなところですか、ご自身で？ボディですかね。あ、体、はいはい、なぜいい体になっていったんでしょうか？たくさん食べて、たくさん寝て、たくさんトレーニングして、そしたらいい体になってきました。そうですか、はい、コントロールは2となりましたが、具体的なデータももう出てるそうですね。うん、そうなんですよね、はいはい、まあ2が妥当、いやまあ、2が妥当です。2が妥当ですか、はい、どんなデータが出てました、去年のピッチング振り返って？まあストライク率とかいろいろと出してもらったんですけど、はい、まあやっぱ去年ちょっと悪いイメージになったのが、実際ストライクゾーンに入った率っていうのは一昨年とそんな変わんなかったんですけど、はいはいはい、ボール球を振ってくれる率がすごい去年は下がって、あ、その分まあ結局ボールになっちゃうっていう、あ、まあ、そこが去年一昨年と差がすごい出てました、データとして。そうなんですね、はい、今年はぜひね、あのフォークボールで、ボール球だけども空振りを取ってほしいと思います、はい、プライベートいきましょう。子供の頃の夢、んロックマン。ロックマン、これは何ですか？ロックマン知らないですか？見たことあります。ああ、ロックマン、あれだ、ごめんなさい、おじさんちんぷんかんぷんなんですけど、これは何でどんなところに憧れてたんでしょう？なんかかっこいい。どんなところが？見てください、あ、かっこいいじゃないですか。何する人なんですか、ロックマンって？何する人なんかはちょっとよく分かんないですけど、なんかこの時はロックマンって将来の夢に書いてたっていう記憶があるんですよ。あ、そうなんですか。ヒーローってことです。この人は一体何をする人なんですかね。はあ、よく書きましたね、それで。今欲しいものはこちらです。あ、マイホーム。これどんなお家が欲しい？まあ理想のお家はやっぱ庭が広くて、はい、なんでしょうね、2階建てで、こう1階がこう階段がこう螺旋で吹き抜けになってるような、吹き抜けになってて、はいはい、そういういい家に住みたいです。イメージできてますね。ドラゴンズ選手のここが好き、ここは直してほしい。あ、勝野明義投手の誰にでも物を言えるところが好き。あ、結構ズバズバ、はい、はい、先輩後輩限らずズバズバ言っちゃいます。そうなんですね、はい、こちら直してほしいの、また勝野さん出てきました。後輩からちょっと怖がられるところを直してほしい。まあ怖がられるっていうか、うん、本当唯一
後輩に悪いところは悪いってしっかり叱れる、お今時なかなか少ないタイプの人種の人なんで、そうなんですね。清水さん、じゃあもう大尊敬。いや本当にめちゃめちゃ尊敬してます。わかりました。ちょっと清水さんも近寄りがたいかもしれない勝野投手、こちらです。いや、わけわかんないです。あいつ僕のことあだ名で呼んでますからね。なんとよぴ太郎とかハム太郎の歌でずっと近寄ってきたり、とっとこ走るよよぴ太郎とか言って怖がってないっすね。全然怖がってないっすよ。そんなよぴ太郎の誰にでも物申せるところが好きという清水達也、やはり言うときはビシッと行くのが勝のスタイル。清水さんを指導したことってあります？ないっす。あ、無理っす。したい、しようっていう気にならないっす。友達だと思ってんだもん何言っても無駄っすなぜなら友達だから。はい、だいぶ清水さんはコミュニケーション能力あるみたいですね、勝野さんに対しては、ね、はいいい笑顔出ました。ラブトークいきましょう。奥様いらっしゃいますが、理想のタイプは、あ、白石麻衣さん。作ってほしい手料理は、あら、卵焼き。結構奥さんに作っていただいてますか？はい。美味しい？美味しいです。ドラゴンズで付き合うなら誰か。あ、福永さん出てきました。どんなところが？とにかく優しいところです。あ、そうですか。はい、この告白に対して福永投手はこちら。まあ、達也はプライベートで一緒にいることが多いんで、まあ、可愛い後輩の一人なんで、そうやって言ってくれるの嬉しいです。この前達也11月誕生日やったんであげたんですけど、僕も誕生日プレゼントもらってたんで、達也にはパーカーをあげました。達也に似合いそうな、達也体大きいんで、ちゃんとそこも考えて選びました。達也にも仲良くしていただいてるんで、またたくさんご飯行きましょうプレゼントは何を？僕は確か T シャツかな。へー、はい、確かラブラブすぎましたね、はい、先週放送されたブライトとリュークの活躍祈願ツアー。そのロケの中で絵心対決も行われていました。お題発表します。よし、今年の絵と立つ竜をお願いいたします。何でもちょうだい、何でもちょうだい、どんどんちょうだい。余裕でしょ。余裕っすよ、負けるわけないです、こんなやつに。僕ももう中学校高校で美術の成績がもうオール5でしたから。二人はどんな竜を描くのか。すると開始わずか40秒で。遅いね。上手い人はパッと終わるんだよ。あ、ブライトさん、終わりました。おいや、やっぱね、上手い人っていうのはこれ時間かけないですよ、うん。それでは描いた絵を披露。リューク選手の竜、お願いいたします。ほいとん。どう、タイトルつけるとしたら弱そうな竜リュークが描いたのは線の細い、どこか脱力感のある弱々しい竜。そのポイントはやっぱり口と手で、まあ、最後に雲でごまかせと。あ、これ雲なんだ、はい、空なんでね。はいはい、飛んでると。一方ブライト画伯はダー、大腸の断面。あのね着眼点が悪いんですよ。え、何これ、ケチ、何これ、これどこ、竜っ腹っす、これ竜の腹っす竜のお腹は竜っ腹って言うんですね。竜っ腹って言います、はい、よく太っ腹とか、はい、横っ腹が痛いって言いますけど、あ、違います、竜の腹っす。今年は竜っ腹ですちょっと笑ってません、これ違かったな、マジで。今年は竜っ腹ってどういうこと、わかんないっすちょっとミスったでしょ、正直ね、うん、ミスった ね、うん、書いた竜とファンとの約束あげてください、どうぞ。おお、上手。清水さん、タイトルは50試合防御率1点台。お、そしてこの絵のタイトルは強そうな竜いいですね今シーズンの活躍期待しております、はい。